川田敏明、川田敏明、か、和田敏明、1963年12月8日帯、は、日本のプロレスラー、実業家、調理人、タレント。栃木県下津賀郡太平町、現、栃木市出身。プロレスラーとしてはフリーで、タレントとしては、大田プロダクション所属。2010年以降、プロレスラーとしての活動は休業中である。 名勝部製造機とも称される試合校舎ぶりと、キック主体のレスリングスタイルが特徴である。中学時代から、プロレスラーを志し、野球部、相撲部に所属。2004年に、スマイリー菊池、有吉弘之と対談を行った際には、 中学2年生の時点で身長は公表しているプロフィールと同じ 183cm あり、現在も当時と変わっていないと発言している。卒業後は新日本プロレスのテストに合格したが、レスリングの競合である足利工業大学附属高等学校に筆記で合格、進学した。高校ではレスリング部に所属。1年先輩に三沢光春。 およびリアルジャパンプロレスに参戦している仮面シュータースーパーライダーがいた。1981年の茨城インターハイ、準優勝、滋賀周期国体優勝、階級はいずれも 75kg 級。高校卒業後、先に全日本プロレスに入団していた三沢の誘いもあって、1982年3月、全日本プロレスに入団。1982年10月4日、 千葉県大原町、現、いすみ市消防署前、グラウンド大会での冬木博士戦でデビューを果たした。冬木とのデビュー戦以来、引き分けを挟んで205連敗を喫した。しかし、2代目タイガーマスクとなった、三沢の指導官における練習に同行し、館長の添いの義地から、現在の戦いの軸となる蹴り技、日技を習得し、この時期の川田はコーナーからのムーンサルトアタックや、 場外へのプランチャなどを積極的に使うようになった。1985年に海外修行に出発し、テキサス州サンアントニオ地区では、冬木行動とのタッグチーム、ジャパニーズホースで、活動、若手時代のショーン・マイケルズポール・ダイヤモンドのアリカンホースと構想を展開した。帰国後の1987年、天竜・源一郎がジャンボ・ツルダを超えるため掲げた。 レボリューションに参加。それ以後、同軍団内のサムソン・フユキ、フユキ行動とのタッグ、フットルースで、アジアタック王座を長期間保持、また、天竜とのコンビでも活躍した。1990年春、天竜やフユキが、SWS 旗上げに伴って全日本を離脱、川田も誘いを受けたが残留したという当初の、情報であったが2015年11月の、 真夜中のハーリーレースポッドキャストでごたことは、この件は全く事前に知らされず勧誘もなく、もし仮に誘われていても全日に残っただろうと語った。また天竜も、引き抜きなどしていない、本当に引き抜きをやっていたらいの一番川田を、引き抜いていただろうと述べている。大量離脱後の初の試合で二代目タイガーマスクと、タックを組み、以降は、鶴田声を果たすため、 ミサワラと長世代軍を結成。同時にタイツを後年履き続けることになる黒と黄色のものに慎重。1991年7月にはミサワとのコンビでゴディアンウィリアムス組を下し世界体育王者に就いた。1992年10月、旗揚げ記念大会で三冠ヘビー級王座をかけてミサワと対戦。敗れはしたが直後に 鶴田が病気で戦線を離脱したため川田は、三沢に次ぐナンバー2の地位に就くことになる。鶴田の離脱もあって全日本は、日本人選手対外国人選手の路線から、日本人選手同士の対決路線へと、以降、1993年春、川田は、三沢越えを念頭に長世代軍タッグを解消。鶴田とのタッグで、着々と力をつけていた、田上明と正規軍を結成。 2000年の三沢らの大量対談まで続く4、天皇プロレス時代の幕開けとなる。タウエとのタックではたびたび王座につき、個人でも1994年1997年には、チャンピオンカーニバル優勝、三冠ヘビー級王者も5度、12代、18代、21代、28代、32代、獲得した。1995年6月9日。 日本武道館における世界タッグ選手権で、三沢からシングルタッグを通じて、初のホール勝ち。1997年4月、チャンピオンカーニバル優勝決定戦、川田、三沢、小橋による共栄戦で、初めてシングルで、三沢から勝利。1998年5月1日の、全日本初の東京ドーム大会において、三沢が持つ三冠ベルトの挑戦者。 そしてメインイベンターに抜擢された川田は体重を絞り当時は1 0 5グラか褐色ボディへと変貌を遂げて試合に臨み三沢から純粋なシングルマッチ及び三冠タイトル戦での初勝利を飾った試合後川田はプロレス人生で一番幸せです今がと大会の最後を締めくくったしかし1999年1月22日 大阪府立単育会館の三沢との参観戦で垂直落下式、パワーボム、別名参観、パワーボムまで繰り出し、三沢を破ったものの、試合中の怪我によりベルト返上を余儀なくさた。1990年代終盤から度重なる負傷に見舞われ、完治する前に強行出場し、意地でリングに上がる日々が続いた。この頃までに三沢にシングルで、 計算会勝利、前日時代後半は、ほとんどが、川田の勝利、実力の面でも、三沢と同等の評価を受けたが、1997年、チャンピオンカーニバル決勝ともえ戦では、小橋との対戦、30分引き分け直後で、スタミナ切れ寸前の三沢との対戦、そして1998年東京ドーム大会では、チャンピオンカーニバル後の満身創意状態、主に、 右手薬指、左膝の怪我の三沢との対戦だったため、コンディション万全の三沢に勝利したのは、川田自身も傷を負った1999年1月22日の三冠戦のみであった。元横綱審議委員会の内田手薪子が三沢追悼記念に寄せたナンバーの記事の中では、あの90年代の全日の激闘、熱狂、人気に関しては、 川田くんの存在抜きには語れないと評している。1999年1月31日、馬場の死去に伴い、三沢が、全日の代表取締役社長、川田も副社長に就任した。しかし、2000年に、三沢を中心に、ほとんどの所属選手、フロント陣が全日本プロに辞表を提出し、結局選手として残ったのは、川田と、淵正信、そしてマウナケアモスマン、 現、太陽ケアの三人だけであった。この時川田は、離脱するという話を、三沢や田上から聞いていないと語り、全日本の看板を捨てきれなかったと残留の理由を、語っている。実は、この大量離脱のきっかけとなった、事件、三沢光春代表取締役社長辞任の、数日後に、川田一人だけ全日本との契約を公開した。 この当時の全日本では一試合いくらの計算で給料が支払われる上、怪我、入院、休場等に関する保証が一切なかった。また、一般の生命保険にもその職業を柄加入することができず、休場すなわち無給の日々が始まるという状況だった。加えて、全日本の選手が怪我をしても無理してまでリングに上がっていた理由の一部はここにあり、 三沢が改革を実施しようとしていた最重要部分もあった。所属選手3名という危機的状況に陥った全日本は日本プロレス分裂以後工業はだとして他元をあかっていた新日本との対抗戦に乗り出し2000年10月9日新日本東京ドーム大会で当時のイーワグップヘビー級王者佐々木健介と対戦。との代理戦争として 注目を集めた試合で、川田は、元後から送られたガウンを羽織って、ケンスケから勝利を収めた。敗れたケンスケは、イーワングップ王座を返上、イーワングップ王者決定トーナメントに、川田も参戦するが、決勝戦で、ケンスケに敗れイーワングップダッシュはならなかった。また、馬場の意向で一度対談した選手は、決してリングに上げぬ方針を全日本は取っていたが、 手助けをしたいという言葉もあって天竜が全日本に参戦する。この直後に、川田は天竜とタッグを組むことになったものの、戦うべき相手が隣にいることに憤通っていたという。川田はその後も新日本のリングに上がり続け、天山広吉や小島佐都とのシングルマッチで勝利を収めるなど、団体のエースとして、古軍奮闘の働きを見せる。次第に、 武藤がケアとのタックで全日本に上がる機会が多くなり、川田と戦うことも多くなっていた。そして、2002年2月24日の日本武道館にて、当時六冠王であった武藤と三冠選手権試合を行い、これに勝利した。試合後、武藤を破ったリングの上で、これも全日本プロレスですと大会の最後を締めくくったが、過去の流れと同じように、防衛戦を行う前に、 右膝の負傷が悪化し、長期離脱に追い込まれた。2003年に復帰すると、ゼロワンとの対抗戦にも参戦。2003年5月2日、新日本東京ドーム大会の裏で行われた01の後楽園大会のメインイベント、橋本真也小川直也組 VS 無党小島組の試合後に乱入し、お前が誰に勝とうが、 誰を潰そうが、俺を潰すまでは全日本は潰せないぞ。とアピール。12月のゼロ安両国大会では、小川と対戦しドロー。2004年2月には、橋本と三冠をかけて対戦し、勝利を収めた。2004年から始まったハッスルへは、旗揚げ当初から参戦。当初は武骨な表情で全日本と変わらず、ハードな試合を展開しているだけであったが、小川に、 ブルースリーが身につけていたことで有名な色いジャンプスーツをリング上で受け取って以来、次の大会からはそれを身につけ、発する系として試合を行うようになった。もともとお笑い好きで喋り好きであり、高田総統との絶戦やインディン様との遺婚対決、付け人の石狩大地との控え室劇場など、今までにないキャラクターを確立した。2003年9月のトーナメント以来10度の防衛を、 続けてきた三冠ベルトであったが、2005年2月16日小島に敗北。三冠ベルトを失うとともに、約16年間続けてきた平成デビューの日本人、選手相手のシングルハイ記録が途絶えた。2005年8月から新日本の G1 クライマックスに参戦、予選で剣道過信に敗北するも、決勝トーナメントに進出。準決勝で、 藤田和幸との移植の対決に臨むが敗北した。なお、この年の1年間で3人もの平成デビューの日本人選手に敗れた格好となった。また、長野正弘とこの大会で対戦、いわゆる全日4天皇の中で、闘魂3重史全員とシングルでの対戦経験があるのは川田のみ。藤波達次との初対決も実現し、勝利を収め、試合後藤波と握手し、 試合後の握手は嫌いだが、レスラーになったきっかけの一人であるから、とコメントした。2005年3月、無所属、川田は、フリーという言葉は好きではないとして交渉する選手で、あることを宣言した。その際、馬場の死後6年間にわたって、正式な専属選手契約を交わさないまま、すなわち、フリーの立場で全日本に出場していたと語り、た団体主催の興行に出場したとき、 それが全日本の工業がぶつかると、ファンやプロモーターから、全日本所属なのになぜと苦情を言われてきた。この誤解を解きたいと理由を述べた。なお、2004年まで川田は全日本の取締役に就任していたことや、当時の全日本プロレスの選手契約は、高等契約であったため、この発言は、真実ではない部分もある。詳しくは、世界タッグ王座世界タッグ王座の、 ベルト返還請求訴訟を参照。ちなみに、契約を文書にしなければならないという法律はなく、口頭契約でも契約は成立するが、証拠が残らないため、文書化するのが通例である。また、2011のインタビューで全日本では2005年、当時はギャラが支払われず、無償で参戦していたことを明かしている。なお、これ以降も全日本へ、スポットでの参戦を続けている。 なおこれに先立ち、2003年に太田プロダクションとタレント契約を交わしている。当時マット界の窓口業務的な役割は、ドリームステージエンターテインメント、ハッスルエンターテインメントがあっていた。2005年4月24日、プロレスリング、ノアの日本武道館大会に来場。ミサーに対し、7月18日、その日は開けておきますと参戦を宣言し、 東京ドームで5年4ヶ月ぶりに三沢と対戦。長期剣技を互いに出し合った末、三沢がエルボーで勝利した。川田は試合後、リング上でマイクを持ち、三沢さん、あえて握手はしません。ずるい話かもしれないけど、今日打つはずだった終止符が打てなくなりました。三沢光春はいつまでも俺の一つ上の先輩の力を持っていてくださいと意味深長な言葉を述べ、 再戦をにおわせた。だが、事前の取り決めなく、マイクが先行する形でのアピールを非常に嫌う、三沢中田流をはじめとするのは経営陣は、川田のこの対応に激怒し、ノアマットへの継続参戦は、不可能になったと、コメント、2006年1月ファイティング TV サムライにて、後日、ノア取締役障害部長の中田は、番組プロレス格闘技 DX 内で、川田を、 ノアのマットに二度と上げることはないと改めて断言した。なお川田はこの試合後、控室の配戦インタビューで5年間やってきたことがこの一試合で台無しとなったとコメントしている。三沢戦の3日前には大阪府立体育会館でのハッスル11でタックマッチながらインリン様と戦い、両極端の方向性を持つ2つの試合を無理なくこなす幅の広さを見せた。 しかし、後に、プロレース誌、紙のプロレースに掲載されたインタビューによると、一つのことにしか集中できない性格のため、インリン様との試合が終わるまで、ミサー戦に集中できなかったと告白してる。ハッスル12で、ハッスル軍を裏切り高田モンスター軍に寝返って、以降は、モンスター系を名乗った。2005年11月23日、ユースタイルアクシズ旗揚げ戦で、 医流品名車を相手に、1999年の高山義弘戦以来のワッフスタイルで対戦。一方で、ルチャスタイルのドレアガンドアにも参戦した。2006年4月のハッスル16での個対後、勝ち抜き戦では、王や新二郎を下した後、WWE で活躍した田ジと初遭遇。相手の策略にはまり、両者リングアウトとなった。3日後の、 ハッスルハウスボリューム13では、タジリに向かい、お前と決着つけてやるよ。と迫るも、タジリは、そういう知性の欠片も感じないような言葉、大嫌いなんですよ。体が痛くて、しばらくあなたとはやりたくありませんとすかされ、セリフ自体は、ハッスルのアングルに沿ったものでありながらも、両者のプロレス感の違いをよく表したものとなった。また、高田のコスチュームを着用し、イベントで、 河田総統代行として登場した。その姿を田尻からは楽器でカみたいと言われた。8月8日のハッスルボリューム18では一クールのレギュラーより1回の伝説を旗印に伝説を作りに来たと参戦してきたハッスル軍のファイナルウェポンに対抗して黒タイツで河田19時55分、19時55分の由来は登場した際に 後楽園ホール壁にある時計に表示されていた時刻と思われるとして登場し、絵頭に一言物申して会場の大声援を受けた。ここのリングは大の大人が何でも、どんなことでも真剣に取り組むリングなんだと、プロとしての名言を吐いた。絵頭が、俺が言うのもなんだけど、あんた頭おかしすぎる。あいつ一人勝ちじゃねえか。あんな強敵がいるとは思わなかった。伝説作りに来たのに、 あいつに伝説作られちゃったよと、芸人最終兵器が、自らの敗北を認めた超レア芸人となった。以後は一時ハッスルのオープニングでの MC が名物となり、小島よしおや、オリエンタルラジオ、小梅田優良芸人との絡みも、無難にこなしていた。小島から三冠を取ったケアから初防衛相手に、指名され、川田は承諾し一年ぶりに全日本マットに参戦する。 2006年8月27日、両国国技館大会で、ケアの三冠に挑戦するも、ケアを相手に初めて敗れた。その後、世界最強タッグ決定リーグ戦に無党とのタッグで出場。初戦では、小島、天山組に勝利したが、決勝進出決定戦で敗れた。2007年1月4日、新日本プロレス。 全日本プロレス創立35周年記念工業が東京ドームで行われ、川大枠、全日本プロレスの一員として参加し、中村信介とシングル戦を行い、ミドルキックで勝利す。この大会のベストバウトと称えられ、名勝負製造機ぶりを遺憾なく発揮した。2月17日、両国での世界タック王座決定戦では、ケアと組、スワマ、ロージー組を破り、 2000年の団体分裂後初めて世界タップ王座を獲得した。3月にはチャンピオンカーニバルに出場したが決勝で武藤に敗れた。無我の6月21日の後楽園ホール大会9月23日の大阪大会では吉江豊と対戦。激しい肉弾戦の末に連勝を収めた。8月26日、両国大会で小島、タル組に敗れ。 世界タック王座から転落。10月18日、全日本、代々木大会では、ケンスケの持つ三冠ヘビー級王座に挑戦するも、敗北。12月31日には、大晦日発する祭り2007に参戦した。2008年、前年同様高楽園ホールを連戦として、行われた、チャンピオンカーニバルでは、無藤、ケアに勝利したが小島に敗北。 田中博と激闘の末に引き分けて予選敗退を喫した。8月には新日本プロレスの G1 クライマックスに3年ぶり2度目の出場が決定したが決勝戦に進出することはできなかった。過去に中田がカータがノアマットに上がることは二度とないと発言してノアマットへの参戦は不可能だと思われていたが2009年6月13日に 三沢が試合中のアクシデントで急世したことにより、今日が一変。同年9月7日に、ノア事務所で行われた会見で、10月3日、大阪府立単育会館で行われる、三沢光春水島工業への参戦が発表され、全日本時代、正規軍でパートナーだった田植と組んで秋山、健太とのタッグマッチが発表された。2009年9月19日 CS 放送ファイティング。 TV サムライの S アリーナにゲスト出演した際、対戦はしなくても、ミサーさんのいる、ノアマットに上がりたかったや、今までのナンバーワンのパートナーは、ミサワンと語った。その後、2010年2月28日日本武道館大会にも参戦して、森島武氏と対戦し、4月には、グローバルリーグ戦中にもエントリーするなど、ノアへの出場機会が増えていた。BR 2010年6月に開業した工術する居酒屋経営の関係などで、同年後半以降は、プロレスラーとしては、長期休養状態に入った。週刊プレイボーイ2010年10月4日号でのインタビューで、川田は、この年で体重が1 5ラム減った、居酒屋経営の傍ら病院が酔いが続いていて、リングに上がれる体調ではないと語っている。当面は、 居酒屋経営に専念する模様である。2011年7月には、ドラオープキックのインタビューに応じ、三沢の死によって、プロレスに魅力を感じなくなったことが、大きな要因であるとしている。また、引退を表明する意思がないことを明らかにしつつも、体を戻すのは、相当時間がかかると語った。2011年8月、CX。 トンネルズの皆さんのおかげでしたにて数年ぶりのメディア出演。居酒屋で出している唐揚げをトンネルズとゲストに食してもらうも、全員、普通ですの答えに、最後は川田自身が食し、普通に美味しい。とコメントを残した。タレント活動は、以降も飲食業と並行して行っている。2013年5月、小橋健太引退試合の引退セレモニーにて、 小橋に花束を渡すために、リングに登場。久しぶりのプロレスの場に姿を見せた。この際も、今はリングに上がっていないんでと、花道からではなく、脇道からリングに上がっている。12月の田上引退試合でも田上本人からの試合出場オファーを断った。その代わりゲスト解説として、放送席に座り、セレモニーに出演した。2017年10月、 秋山ひとし、大森高雄デビュー25周年記念セレモニーで、花束贈呈のため全日本プロレスのマットに上がる。この時は小橋、橋真琴らと共に花道を通って、リングに上がった。2018年4月26日、自身の初プロデュース工業、ホーリーウォー、東京、新木場ファーストリングで開催。工業内では全日本の後輩である。 丸藤聖堂とのトークバトルにおいて、丸藤が川田に現役復帰を要請する場面もあったが、川田は名言を避けた。ラーメンと鶏の唐揚げを看板料理とする、居酒屋、メンジャラス系を2010年6月12日に開店した。店名は、自身のニックネームにちなむ、全日本プロレス級木沼田道場からほど近い、東京、世田谷通り沿いで、 成城学園前駅から徒歩で15分ほど。川田自ら厨房に立つ。定休日は毎週火曜だが、試合出場やイベント出演等の際は、臨時休業あり述べている。2018年現在は2ヶ月に一度程度のペースで、他のプロレスラーを呼んでのトークイベントなども行っている。ラーメンは、天下一品系の濃厚な、鶏さゆスープと中太麺が特徴。 2018年3月31日には、アベマ TV、偉大なる創業馬鹿一代に創業者として出演した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。